お母さん、もしかしてだけど、お兄ちゃんの子供来てる？実家へ電話すると、疲れているような声をしている母の後ろで、聞き覚えのある賑やかな声が聞こえてくる。ええ、とてもやんちゃで言うことも聞いてくれないから困っててね。目も離せないから、まあ、ゆいのためでもあるから頑張るしかないけど。え、私のためって、お兄ちゃんたちがそう言っていたの？ええ、あなたのお手伝いをしたいから預かってほしいって。何それ、手伝いたいなんて私は一度も言われてないけど。私を出しに使い、両親にさえも子供を押し付ける兄夫婦。自分たちの娯楽を優先する姿にはいい加減頭にくる。もう我慢の限界だと感じた私は、すぐさま両親を助けようと、車で2時間の距離にある実家へ駆けつけるのだった。私の名前はゆい。夫のまさとと3年前に結婚し、今は妊娠中だ。育児本を買ったり、夫と出産準備をしたりと出産を心待ちにしている。夫とは付き合っている頃と同じアパートに住んでいるのだが、病院へも車が必要な距離のため、身重の私では大変だと感じることがとても多い。そこで夫と両親と相談し、里帰り出産をすることにするのだった。ゆい、まとめた荷物を車に積んでくる。ゆいは重たいもの持たないでくれよな。うん、ありがとう。実家に向けて出発するまで数日あったが、心配性である夫の提案で、急に産気づいた時のため、荷物は車で運ぶことにするのだった。夫が荷物を運んでくれている間、お腹が張ってきたので、少し休もうとソファーに腰掛けると、兄嫁であるカンナさんから電話が来る。ゆいさん、急で悪いけど、子供たち預かってくれない？え、今からですか？そうそう、ママ友とランチすることになってね。子供たちがいると騒がしくて落ち着かないし、たまには息抜きもしたいの。お願い、いいでしょう？いや、こちらも忙しくて。いくら忙しくてもランチの間ぐらいならいいでしょう？わかりました。でも、ランチの間だけですからね。助かる。もうゆいさんの家の近くにいるから、お昼は適当にパンでも食べさせておいて。カンナさんは昔から子供たちを急に預けてくることが多かった。いきなり家に連れてきては押し付けてくることもあり、本当に困っている。それに、カンナさんの子供たちはよく言えばやんちゃ。悪く言うとしつけがなっていない。おばさんお菓子ちょうだい。ジュースも。お昼ご飯はステーキがいい。おばさん早く買ってきて。子供たちは勝手に冷蔵庫を開けては文句を言ったり、ソファーでは飛び跳ねてスプリングを壊すなんて日常茶飯事だった。確かにこれではカンナさんも大変なのはわかるが、だからといって急に預けていい理由にはならないはずだ。それに子供たちが我が家のソファーを壊そうが、トイレを水浸しにしようが、兄夫婦からは一切の謝罪もなく不満ばかりが募っていく。思えば、兄夫婦が結婚した12年前から同じような思いばかりをさせられている。兄夫婦は5人もの子供を産んだのはいいが、自分たちで育てようとはしなかった。もちろん、育児に手を貸すのは仕方ないが、感謝もなければ、必要なものを準備してくれることもなく、こちらはてんやわんやで子供たちを預かっている。それどころか、兄はフリーターを続けては定職に就くこともなく、カンナさんも専業主婦なので金銭的には厳しいはずだった。まともな稼ぎのない夫婦は子供の児童手当を自分たちの生活費や娯楽費として使っていると言っていたこともあったぐらいだ。子供たちについても何度も咎めるが、兄夫婦は全く聞く耳を持たない。こっちは預かるだけで、ただ疲弊していくだけだった。そんなカンナさんから子供を預かった数日後、里帰り当日のこと、車に乗り込もうとしていた時、また急にカンナさんから子供を預かってほしいと連絡が来る。今日から1週間ハワイ旅行に行くから、子供5人よろしくね。もう少しでゆいさん家に着くから。あの今日から実家に帰るので無理です。すみません。は？急にそんなの困るんだけど。実家に帰るのは違う日でもいいでしょ。いえ、もうすぐ臨月にもなりますし無理ですよ。それじゃあ。最低。子供たちがどうなってもいいわけ？電話口で怒鳴っているカンナさんを無視し、私は電話を切る。こちらの都合も考えようともしない兄夫婦には
もうこりごりだった。子供たちだって預けられてばかりでかわいそうだし、第一旅行へ行くなら子供たちと一緒に行けばいい。どうして自分たちだけ楽しい思いをすればいいと思っているのか理解できない。すると私の横で電話を聞いていた夫が少し心配そうに話しかけてくる。大丈夫？うん、大丈夫。いつもごめんね。とにかくカンナさんは無視して実家に行こう。そうだな。子供たちがその後どうなったのか気になりつつも、私たちは実家に到着する。マサトくん、ユイを送ってくれてありがとうね。いえいえ、とんでもないです。ユイのこと、よろしくお願いします。私の荷物を家の中に運んだ後、夫は明日は朝早くから仕事があるからと帰っていく。その後は、両親に荷ほどきを手伝ってもらいながら、お腹の子のことやたわいもない話をしていた。正気とカンナさん、ハワイ旅行へ行くとか聞いたけど、ユイは聞いてた？うん、子供たちを預かってくれってさっき連絡が来たよ。本当に困った人たちだわ。どうにかしないと。とにかくユイは出産が控えているんだから、ゆっくり休んで。里帰りしてからの数ヶ月は、カンナさんから連絡は来なかった。そのことに私も両親も安堵して過ごすことができ、私は無事に出産するのだった。初めてで慣れない育児に奮闘したが、両親が助けてくれたり、夫が仕事の合間を縫って会いに来てくれたりしていた。みんなが支えてくれるおかげで、予定よりも早く自宅に帰ることができたのだった。しかし、自宅に戻る当日、私は夫からとんでもないことを聞かされる。実は、ユイがいなかった時も何度かお兄さんたちから子供たちを預かるように言われて、夫から事情を聞かされた私が慌てて自宅に戻ると、すさまじい光景が目の前に広がるのだった。夫は昔から整理整頓をする人で、料理も掃除もお手の物だった。私が里帰りしても、問題なく一人で生活が送れる余裕があったはずだった。しかし、家の中はぐちゃぐちゃで、服も出しっぱなし、洗い物もそのままで、郵便物でさえポストに入ったまま。これはひどすぎる。あまりの騒音に大家さんや隣人からも苦情が来ちゃって、本当にごめん。え、謝るのはマサトじゃないよ。大変だったでしょ。こっちこそごめん。両親や里帰りしている私に兄夫婦が連絡しなかった理由は、夫に子供を預けていたからだろう。使えるものは全て使う兄夫婦に私はため息を漏らす。とにかく赤ちゃんのためにも部屋を片付けないとと思っていると、玄関チャイムが鳴る。はい、どちら様でしょうか。あ、カンナです。ユイさん家に帰ってきてたんでしょ。ちょうどいいし子供たちは預かってくれない？もう無理です。ちょっとぐらいいいでしょ。十分休んできたんだから。じゃあよろしく。そうカンナさんが立ち去ったため、私は慌てて玄関先に行く。すると兄夫婦の子供たちがいつものように暴れていた。まだ未就学の子供もいるのに、カンナさんは玄関前に子供たちを放置して一人で去っていたのだ。子供たちを迎えに来てもらおうと兄に連絡しても電話はつながらない。とにかく子供たちの面倒を見るしかないと、夫にも事情を説明するのだった。その数時間後、兄夫婦がようやく子供たちを迎えに来る。急だったのにありがとうね。急に子供を預けるとか、もうやめてもらえますか？私も出産したばかりですし、夫も仕事がありますので。何カリカリしているんだよ、ユイ。子供をちょっと預かってもらっただけだろ。そうよ。世の中は助け合いでしょ。ユイさんが困ってたら助けてあげるからさ。またお願いね。無理です。もううちでは面倒を見きれないので預かりません。お前何言ってるんだ？こっちが下手に出てると思って調子乗ってるわけ？ならそうしなさいよ。お前たちに頼らなくても、つては別になるしな。こうして、言いたいことだけ言って、我が家を後にするのだった。その後、兄夫婦が急に押しかけてくることも、子供を預けに来ることもなくなり、平穏な日々を過ごしていた。赤ちゃんもすくすくと成長していき、寝顔や笑顔を見ることが、私たちの一番の癒しになっていく。赤ちゃんの成長を伝えようと両親に写真を送ると、電話がかかってくる。ユイ、写真ありがとうね。首もようやく座ってきたから報告しようと思って。
ゆっくり話したいとこなんだけど、今は忙しくて。疲れているような声をしている母の後ろで、聞き覚えのある賑やかな声が聞こえてくる。お母さん、もしかしてだけど、お兄ちゃんの子供来てる？ええ、とてもやんちゃで言うことも聞いてくれないから困っててね。目も離せないから。まあ、ゆいのためでもあるから頑張るしかないけど。え、私のためって、お兄ちゃんたちがそう言っていたの？ええ、あなたの手伝いをしたいから預かってほしいって。何それ、手伝いたいなんて私は一度も言われてないけど。私を出しに使い、両親にさえも子供を押し付ける兄夫婦。自分たちの娯楽を優先する姿にはいい加減頭にくる。もう我慢の限界だと感じた私は、すぐさま両親を助けようと車で2時間の距離にある実家へ駆けつけるのだった。その夜、兄夫婦は激高した様子で我が家に怒鳴り込んでくる。子供たちを自走に保護させるなんてどういうつもりよ。両親はもちろん、私たちでは面倒を見きれないし、放置されている子供のためにも通報しました。信じられない。わざわざ実家に子供を迎えに行ってやることがそれ。カンナさん、正気。ユイの手伝いだと嘘を言って、私たちに子供たちの面倒を押し付けたかったのだろうが、そうやって親の義務を怠るなら、お前たちに子供を育てることはさせられない。我が家に来ていた父が兄夫婦を叱責するが、二人はまともに聞き耳を持たない。親父まで。ちょっとぐらい預けたぐらいで、そんなに怒ってこなくてもいいじゃないですか。おいユイ、今すぐ自走に行って勘違いでしたって子供を取り返してこい。じゃないと一生許さねえぞ。ユイは当たり前のことをしただけよ。母もそう私をかばってくれるが、兄夫婦は私に罪をなすりつけ、あくまで自分たちは何も悪くないという態度である。もともとお兄ちゃんたちが子供たちは預けなければよかった話でしょ。うるさいわね。あんたなんか母親になる資格なんてないのよ。そう言ってカンナさんが私につかみかかろうとした時だった。母親の資格がないのはカンナの方でしょ。え、お母さん、どうして。ユイさんのご両親に呼ばれてね。あなたには手を焼いてるって聞いたから来たのよ。声を上げたのはカンナさんの母親であるアキコさんだった。以前、厳しい母親とは折り合いが悪く、長いこと連絡を取っていないとカンナさんから聞いていた。そのことを思い出した私は、今回のことで何か力になってもらえるのではないかと考えたのだった。まったく、子供を産むのは素晴らしいことだけど、しっかりと育てるのはそれ以上に大変なのよ。それができないなら子供を産むべきではないでしょ。アキコさんの言う通りだ。正気、父親としての自覚を持て。いつまでもフラフラと遊んでいるな。でも、児童相談所はやりすぎだろ。今日一日くらい預かってくれたら問題なかったんだ。そうよ。もう預かりませんって一言言ってくれればよかったのよ。私だってたまには息抜きくらいしたいのよ。もう預からないって言ったはずよ。それに、毎日のように子供を預けて遊び歩いていたのはどなたですか？それは。母親を前にして緊張している様子のカンナさんは、声が少し震えている。カンナ、ユイさんからすべて聞いたわ。児童相談所に通報されても無理ないでしょ。うるさい。ユイさんのこと訴えてやるから。今頃子供たちは泣いているはずよ。責任取ってもらうから。追い詰められている兄夫婦は、なんとか責任転嫁しようと私を責め立ててくる。しかし、私も負けじと言い返す。責任を取るのはカンナさんの方です。は？子供たちを預かった時に壊された家具、家電はすべて控えていますので、賠償してもらいます。そんなの、子供のしたことでしょ？なんで私が？親の責任です。親だったら責任を取るのは当たり前ですよね。自分の子供たちが家具を壊したことを知っていても、謝罪すらしなかった兄夫婦。もちろん、それに対して謝ってくれていたのであれば、私たちだって賠償しろだなんて言わなかった。兄夫婦は子供のしたことだと言い張るが、子供がしでかしたことに対して責任を取ることは親の務めでもあるはず。それすらも怠った兄夫婦には、しっかりと責任を取ってもらうつもりだ。ゆい、俺たちにお金がないこと知っているだろ。お前にはまだわからないだろうが、子供はお金がかかるんだよ。
そのための児童手当でしょ。それを自分たちの娯楽のために使っているのはお兄ちゃんたちでしょ。そんなこと。とにかくお金がないなんて通用しないから、しっかりと賠償してもらうので、そのつもりで。ゆいちゃん、カンナが迷惑をかけてしまって本当にごめんなさい。絶対に賠償させると約束するわ。正気にも責任は取らせる。アキコさんと両親はそれぞれ兄夫婦に責任を取らせると約束してくれるが、お金がない兄夫婦は慌てたのか私にすがりついてくる。賠償は勘弁してくれ。もう二度と預けないと約束するから、子供たちも児童相談所から取り戻すよう連絡してくれ。頼むよ。私からもお願い。子供が児童相談所に行ったなんて知られたらどうなるか。もう近所も歩けない。この後に及んで自分の保身しか考えず、子供たちのことなど考えられない兄夫婦には怒りを通り越して呆れてしまう。どこまでも自分勝手な人たちだ。児童相談所には連絡しません。どうしても取り戻したいなら自分たちで何とかしてください。賠償も絶対にしてもらいますから。そんな、これからどうやって生きていけばいいの？その場に座り込み頭を抱えるカンナさんに、アキコさんは一喝する。しっかり働いて賠償しなさい。子供たちのことは忘れて、その方があの子たちも幸せになれるわ。正気もだ。フリーターを辞めて定職に就きなさい。今後は援助も一切しないから、そのつもりでいることだな。これからの壮絶な日々を想像した兄夫婦はそれ以上何も言わず、がっくりと肩を落とすのだった。その後、兄夫婦の子供たちはそれぞれ養護施設へ預けられた。兄弟バラバラとなってしまったのはかわいそうだが、たまに両親や明子さんの元に戻ってきては元気な姿を見せている。その姿を見ると私は安堵するのだった。兄夫婦は頼りの児童手当がなくなり、請求された賠償をするために働き詰めているようだった。まともに働いたことがない二人には大変だろうが、しっかりと自分たちの責務を果たしてほしいと思っている。一方、私たちは一生懸命自分たちの子供を育てている。見て、立ったよ。よちよち歩きで心配になるけど、すごい成長。なんだか涙が出てきちゃった。ああ、この前やっとハイハイしたと思ったら、もう立って歩くようになるんだもんな。これからも成長が楽しみね。歩き出した我が子を見て、この先もずっとこの子の成長を見守ろうと心に誓うのだった。